伊予鉄バス株式会社は株式会社伊予鉄グループの主要市会社であり、事業会社である。愛媛県松山市に本社を置き、同県中予地方で、路線バス、貸切バス事業を行っている。2018年4月1日に、伊予鉄グループの持ち株会社移行に伴い、事業会社化した。バスは、鉄道路線のないところも細かく結んでおり、 松山都市圏をカバーしている。なお、松山市は2005年3月30日に、オムニバスタウンに指定されている。貸切バス貸切バスや高高速バス一般路線バス、一般路線バスや渡浜、大須本町、内子いよし、松山室町営業所、松山市駅横浜駅西口、バスタ新宿や渡浜駅、松山市駅、徳島、 徳島特特ターミナル名古屋名鉄バスセンター、松山市駅京都駅八条口八幡浜駅、大須、松山市駅、千里ニュータウン、新大阪駅、阪急梅田松山室町営業所、松山市駅神戸三宮松山市駅、JR 松山駅。有りろ南、岡山駅西口松山市駅、JR 松山駅瀬戸田パーキングエリアインの島、新尾の道駅。 福山駅松山市駅、JR 松山駅三島川の江 IC 徳島駅、松山市駅、JR 松山駅高松駅松山市駅、JR 松山駅三島川の江 IC 高知駅、松山室町営業所、松山市駅、今治駅北九州市、福岡市営業運転途中のバスであっても、営業所もよりのバス停などで乗務員交代を行う場合がある。以下、 路線名の形式で列挙。同一系統もしくは同一系統番号であっても、運行経路が著しく異なるものは別に記載した。なお、当該路線の方向幕等に、系統番号や路線名が、必ずしも表示されているとは限らない。ミトループ、あまりと今出ループ、久米の久保田線、梅本ループの電車連絡線と総称される、各路線は、 鉄道線に接続するダイヤが設定されている。電車便と比べると運行本数は少ない。運賃は、久米の久保田線が110円均一、その他が160円均一である。高浜駅、松山間高校間連絡バスは早朝深夜を、除きすべての鉄道線電車と接続し、また連絡乗車券の発売を行っているなど、鉄道線と一体的に運営されている。 なお、当路線には、路線番号が設定されていない。都心循環東南線は、市内電車の補完的な性格を有する。運賃は160円均一であり、松山市駅をまたいでの乗車ができる。横河原の駅を中心に、川内地区を結ぶ松瀬川線、井内線、川の内線、海上線は、川内管内線と総称され、路線番号が設定されていない。 マサ町ひまわりバス2008年8月1日に運行開始。マサ町で高齢者や障害者等限定で運行されていた福祉バスに代わり誰でも自由に乗車できる路線バスとしてマサ町から委託を受けて運行開始。伊予鉄道岡田駅方面を循環する西コースと JR 北伊予駅前方面を循環する東コースを運行している。 運賃は一乗車100円だが、町内在住の高齢者、障害者は健康保険証や身体障害者手帳等の確認書類を提示することにより、無料で利用できる。松山空港リムジンバス、松山空港発は、主な航空便に接続しており、道後温泉駅前駅と松山市駅行きの2両で、運行するダイヤもある。 福岡便など一部路線には接続しておらず、この場合は一般路線バスの利用となる。松山空港行き松山空港発、松山観光リム無人バス。松山観光港発は、松山、小倉フェリー、スーパージェット、広島航路、クルーズフェリー最終便に接続する。水戸浜花火大会の日は、大手町にも停車する。 松山間高校行き松山間高校発、通勤通学時間帯において、快速運転を行う路線の相性である。ハイブリッド車天然ガス車伊予鉄グループとして、愛媛日野自動車を参加に持つため、車両は日野自動車制で統一されている。そのため、伊予鉄道の鉄道車両や四国の他社局でしばしば、見られるような中古車の導入による置き換えは、 原則として行っておらず、すべて申請での導入を続けていたが、2019年に、川崎鶴見臨港バスより、日野レインボー HR10.5 メートル長弱車を2台、購入した。また、2021年にも、日野ブルーリボン2を、京成バスから購入し、サイン営業所に配置している。四国のバス事業者としては唯一、中型長弱車。 CNG バスハイブリッド車をそれぞれ保有している。ありがとうございます。